下がってください、はい、ラブラバスさん、はいはい、じゃあ始めましょう、はい、では、はいはい、では、鷹の爪 VS、春山ザンギ対剣の、10カウント始めさせていただきたいと思います。いってみましょう。おパクパクんなパクんなうちらはうちらはメジャーじゃないから、あ申し訳ないです。さあ頑張ってください、春山さん。さあ、コメントではこの組み合わせはキャラ的にどんなもんでしょうというコメント来てますが、どうですか、やってて。まあ、僕的には非常に五分に近いという、はい、お互いに負けられない試合かなっていう感覚で普段はやってますけども、まあ世間一般ではどうなんでしょう、ザンギがやや有利という風潮が多いかなっていうところですけども、画面端、さあ画面端は非常に怖いところ。さあこの台足、春山くんの非常に鋭い台足です。さあ技の振り方が特殊な春山さんなんで、外出対する鷹の爪さんは非常にまあ一気に殺すタイプですかね。そう、おっと、いや鷹の爪さんはファイナルが決まれば勝つというプレイヤーなんで、圧が結構やばくて、こっからでもやる、あそういうことです、うん、そう、これが鷹の爪だ、これが鷹の爪。さあ、関西はせ、わら、さあ、微笑み善一はどちらか。そう。やっぱりね、はい、お願いと言われればお願いなんですが、それでもやっぱり、あれを説明のために通してくれるのがうまいんですよね。まあ、正直、あれがあるから通る選択肢っていうのがいっぱいあって、はい、それを鷹の爪は、非常にうまく使う、そうですね、大胆に使うプレイヤー、ああいうこともやってくるっていう怖さ、そう、そう、それを裏打ちして、さあ他のところも出してくるという、さあ春山くんも非常に特殊な台足を使う剣使いなんで、はい、ちょっと勝敗予想しづらいですよね。そう、私も全然わかりません。いや本当に恐ろしい、あそこのジャンプっていうのがね、僕にはまずそのないですよ、ね、あまりやれてないので、さあここは甘い中年という勝流、あーあー、これはズーズーしい込み投げ、これは関西得意のズーズーしい投げだ、あーこ、お互いに怖い、さあもうお互い即死拳、さあ本当にお互い即死拳だ、あーあー弾いた、これが弾いた、弾きました、鷹の爪の弾きが入った、これが年間4000試合の男だ。いや第一試合からすごい盛り上がりですよこれ、すごいこれはすごいですね、この鷹の爪側には、も、基本モンテ勢が集まって、はい、春山の後ろには、剣マスターズというか、あ、おとちんも剣使い側に回ってますね、これは。おとちんは煽ってるだけですね。どっちが勝、どっちが勝とうが俺が最強みたいな。さあ、さあ、この前取りが非常に、二人とも、さあ、さあ、うまい、まあ、鷹の爪さんは非常に、影縫い及び連キャンジャンプ、その辺の使い方が巧みだっていうところもあるんですけど、普通にジャンプしてると見せかけて、実は、カラキャンが入ってるっていう。そうですね、これ。そう。ニュートラルに入れておかないと、そのガードモーションが入って遅れて、ガードしてしまうとか。下がれない感じですよね。間合いが微妙。特にこのキャラ、間合い取りがかなり、そうなんです。命ですかね、この。だから積み上げてきたものが、すべて崩れ去るのが、鷹の爪のファイナルっていう感覚なんですけども。さあ、この間合いでの、さあ、伸び伸びと鷹の爪。この間合いでの勝負をさせてしまうと、しかし、どんな劣勢からでも持っていくのが春山でもある。ついにプレッシャーに耐えかけてね、勝利を打ってしまった。いや、おっかないですね。いやー、まあ、これはしょうがないですね。さすがおっかないですね。鷹の爪さんのいいところが今のところは出てますが、まあ、春山さんもこんなもんじゃないですか、ね、現在鷹の爪が2勝、はい、あ、流れた、さあクレジットが流れております。さあザンギ対剣っていうのは、そのまあ一般的には剣が画面端にザンギを追い込んで有利を取れるかなっていう立ち回りかなと思うんですけども、二人にはまあこれがまあ当てはまらないというか、画面端に追い込まれても鷹の爪は
一撃ファイナルを狙ってるっていう恐ろしさがありますし、春山くんはそこでまあ無理をしないというか、非常に受けのうまい剣プレイヤーなので、うまい。さあさあスクリュー、フライスクリュー、これはさあ分からない。おー昇竜拳強気、いやかっこいい、俺もやりたい、それはやりたい。じゃまあちょっと若干やっぱりダメージの量的には残儀の方に多少分があるかなという気はするんですが、じゃんけんの数がね、同じだけあったらやっぱり 1回の ダメージ量っていうのがやっぱり残儀にちょっとやや有利かなっていうぐらい。あとは一人抱きしめ、それを剣側がどれだけ、そうですね、やっぱり人、まあ足の速さとね、まあ球も一応あるしみたいな、いかに手数を多くするかっていう。さあこれは春山が、いい動きだ。さあ春山が一勝取り返した、一つ取り返した。さあさあ笑っております、笑っております、二人とも笑っております。さあそう二人とも、はい、まあ、5試合終わったら軍勢に変わりたいと思います。とりあえず最低10試合はあるんで、あ、なるほど、その後はまあ適宜、適当に、ね、いやあ、ラウンドガール、ね、ラウンドガール、はい、さあこれは二人ともいい動きをしている。これは非常に良い試合ですね。しかし春山さんのやっぱりさ、おーっと今のは今の絵面はちょっとかなり強気でしたね。空中にいる間にジャブとかで落とすのが手堅いんですが、大きくリターンを取りに行きました。いいですね、いいですね。スト2史上あまりちょっとない絵面が先ほどから見え隠れしている残技対剣なんですけども、さあお互いに、さあここはスクリュー、ここはごっそり持っていく。今のは欲張りましたね。多分大足確定のところはあえて小足スクリューという。そうなんですよ、鷹の爪はごっそりずうずうしく持っていくタイプなんで、あれが恐ろしいんですけども。さああそこで立っているのが春山だ。これさあ大足、やっぱりこれだけ差つけられると剣側は一気に取り返すのはきついんでね。スカしてファイナル、これはさあモンテザンギのお箱だ。3-1鷹の爪ということで、まあ、今のところさっきほど言ったダメージ差が出てるかなというところ少しあるかと思いますが、ジャンケンの数は同じぐらい、はい、そんなに差がある感じはないんですが、いや3勝1敗ですね。今鷹の爪3勝、春山1勝。あ、流れた鷹の爪さん側からお金を入れてもらった方が多分いいんじゃないですか。さあ、第5試合、次はさあここで音、ラブラバチがラブラブさんからの愛の力を伝えている、愛の力を完全にコメン、愛の力、アドバイスが入っております。さあ音中が折って、ラブラブが愛の力を注入しているぞ。これはさあ戦略的タイムですね。これは16歳の素晴らしさを教えているぞ。失礼しました。さあ会場盛り上がってまいりました。さあ冷静な鷹の爪のガード、さあ鋭い出した。春山さんは残忍にほとんど当て投げしないイメージがあるんですが、ダニというのはどうなんですか。剣側から少しはやっぱり通したいところもあるんですかね。ま、僕は使いますね。非常に投げると思いますね。投げないとね、残技余裕なんで。だから春山くんと、あーっとこれは、さあスクリューが入れば勝ちという状況は必ず狙ってくるぞ、この男。やっぱりこのさあ微笑んでる、微笑んでる差し合いの最後の最後で、おっとしかし折れてないですね。折れてない。いやもう鷹の爪と春山は折れない、うん、さあ一文字、さあダブラリガース、さあ差し返しがうまいですね、非常に。そうなんです。おっと空投げ、さあスクリュー
さあ、鷹の爪4勝目じゃあ、5試合終わったんで一旦マイク、グンデさんいますか。グンデさん、います。さあ、グンデさん、グンデさん、ザンギ剣の解説をお願いしたいんですけども、ザン…すみません、じゃあここは、ちょっとすまさんには申し訳ないけど、先にこの状況で実況させてもらいます。はい、今のところ火力差でザンギ、まあ当然それ以外の部分もあるとは思うんですが、そうですね、火力差を生かすためのなんというかリターンを重視した立ち回り、はい、これが高野さんの持ち味であり、かなりその勝負というところのじゃんけんでうまくなってる感じですよね。俺のじゃんけんはチョキでお前の場合減るみたいな、じゃんけんに体力ゲージがある的なじゃんけんですね。さあ、しかしこのラウンドは軽山さんがかなりリードしている。だったらじゃんけんで3倍勝てばいいだろうという、そう、しかしそんな感じですね。しかし今3回勝っていないので4位ということになっているが、しかしそろそろ流れが変わってもおかしくない。少し油断から流れが変わる。この確率論に喧嘩を売るようなこの春山さんのスタイル、かなり男気を感じます。いや、彼なりにこの剣山儀の真髄とは何かを追い求める先での必要ない。さあ、ビオルやるもんだ。ポニーリスペクト。とどめはパイル。これは受け身取れないしバッチリです。ピオルって取れないんだ。取れないです。中キックがこれまでのザンギ使いは立ち回り中キックは厳禁というのがあ、おっと、ついに掴んだ。そう、やはり掴みでプレッシャーを与えなければいけないというのはあります。そうですね、やはりザンギ側にもリバーサスクリューなりしゃがみ投げ を強制させる、そういう意味においてこの投げは通す価値があります。 そこから本当の弾力の勝負ということになる。ワンピツビが入れ替わった。おっと、ダイナマイドパンチ。さあ、まだ削り切れる体力ではない。待ち時間、おーしのいだ。さあ、春山さんが2勝目。今のは残機目線じゃなく剣目線からすると最後は嫌な沈黙でしたが、はい、しかししのい切った。鷹の爪は冷静に来た。そうですね、まあこの戦いを続けてる限りは、うわ、最終的には勝てるだろうという、まだ今まだ思いで入れてるはずだと思います。中キック、中キック、波動拳と中キック。さあ、しかし春山さんがだいぶ地上を支配し始めてる感がある。しかしこの前、これはミスった。これはやむを得ないか。どうしようもない。しかしこの体力で、ね、削ればという状態になるまでにかなり助けるような距離があるはず。結構甘いでフラフラしてるザンギが非常に危険です。そう、その状況で最大のリターンが取れるのが鷹の爪。さあ、ピオラないが画面端が近い。そうで、当てない。結構何にもないとこから先読み気味で飛んでる飛びがなかなか今日疲れますね。あれこそが必殺技、隠し剣鷹の爪、連キャンジャンプですね。ボディすら連キャンジャンプのはず。そうですね、やっぱ微妙に間合いが制限されている。おおっと、今のは昇龍拳がうまい。昇龍、読みを合わせているんです。マジですか。春山さんが読みを合わせているがスクリューが勝つ。確かでも剣の昇龍は相当吸われるモーションは少ないはずですが、運が悪かったとしか言えないでしょう。これはおいしい大事しか。まあ、スクリュー1回で死ぬから逆に台足でも良かったという考え方ですかね。さあ、置いてあるダブラリー。いや、前に逃げるがそれは無理か。さあ、これは鷹の爪、盤上圧倒している。強い。この俺の目から見ても強い。しかし、春山さんもここからやってくれるはず。やはり台足の絡みに対するリターンの違いというところ、地上技の技の軽めに対するリターンの違いというところが今のところ色濃く出てるかなと。そう、折り返し台足に春山さんがリソース、リターンを吸わない。折り返し台足を起点にしたいというところですが、そのためさりげり待ちを使うことになってるんですけど、中撃が入っている。さあ、やはり台足すかしが逆にあだになっている。そうですね、この形は鷹の爪さんがつけ込みどころになっている感じです。動けないが、こっからですよね。これが嫌、これが嫌。剣目線からしては
かなり台足を当てて、あーっと今のは、いや、ありで、大丈夫でしたね。もうかわせない。だから、春山さんも、行くところは行かなければという感じになっている。うまい、影にも効いてる。さあ、リバサ。鷹の爪は、まだ戦、お、当てた。これが、ノーボリー。アントビス、ないんですが、起き上がりに飛んでいきますね。牛も、おっと鷹の爪はまだこの戦法でいけるはず。やっぱりその起き上がりに大おっと中結果効いてる。そしてスクリューを警戒して動けないか。わあ、化けたボコチンキックか。まあ今のは剣付けの宿命的なところがありますが、中盤地これも効く。鷹の爪は大足勝利。上から入っていくのは正解ですね。投げる。あ、ついに投げも見せて。襲撃。うまい。吸わせない。昇竜拳。上。かなり危なかったが。うわあ、これはファイナルではなかったが、かなり減ったぞ。フライング。ああ。大足。鋭い。これ春山よくしのいだ。春山さんのガッツが光りますね。中盤のプレッシャーはお互い五分くらいだというところを、そうですね、徐々に春山さんも投げを混ぜてきたので、しかしからどうかというところ、お互いのプレイヤーが中盤でどういうメンタルのメンタルに影響を受けているか。さあ大足が鋭いスクリューが割り切って置きスクリュー、おっと例のやつ、例のやつ、なんだ今のは例のやつですね。得意なムーブ、しかし倒しきれていないが、どうなるスクリューだ。これはリバーサスクリュー、この懐の深さ、今、鷹の爪さんのここ最近での成長で、やはりこの懐の深さ、これを感じますね。見て、勝利4だ。さあ、やっぱ剣側は残儀の飛びは落としたいですね。台足を空振ってない時は落とせるはずなので、しかしなかなかそこまで意識を触れないか。強い、強い選択があるがゆえに、飛び、うまい、最高スクリュー。今のは結構投げ無敵かなって感じのところでついましたね。連打である程度フォローできるのでありですね。さあ6-2だ、6-3だ。頑張って取り返した春山さんですが、あっという間に鷹の爪さんが6本目を取ってしまう。さあどうする、ここはちょっと一旦呼吸を入れたい。ちょっとここで切り替えたいところですね。タイムアウトはないんですか。結局タイムアウトはないっぽいっすね。俺はこれいつまで喋っても大丈夫ですか。とりあえず今次は10試合目なんで、まだいける。終わったらちょっと誰か剣でも剣使いでもザギ使いでも喋りたいという方おられたら、そうです、流れ的に剣使いに交代ですね。うまい、ローキック、うまい、うまい、スクリューが決まって、どうだ、ワンピッツ入れ替えた。うえーとー、さあ今のはこれは繋がらなかった、繋がらなかった。しかしこの状況で発生の早い大勝利というのはさすがに怖すぎる。大根立つわけは出なかったんですかね今。春山さんの特にやつで大パスのまま昇竜で暗い投げも封じるというのがあるので、まあいかん。さあまだ強気に打っていく。さあ鷹の爪大前自弱としている。この男強い、この男強い、これは強いな。では剣使いの方にマイクを譲ります。さあ誰か剣使いの方にマイクを譲りします。おっと、じゃあここでスマさんですね。こんばんは、はじめましてスマです、よろしくお願いします。さあ、まあかなり今のところ残忍側優勢という状況ですが、そうですね、はい、でまあ春山さんでもこんなもんじゃないんで、ここから全然まくりもあるとは思います。おっと、お大外ですか今のは。なんかダブライン見てから刺したっぽい。おっと、たとえきは謎、これはスクリューは入らなくて、やはり大吉の差し返しには相当意識を払っている様子。さあどうだ、さあローダイ、あれはレンガですね、
どうしても台足の透かし待ちに対して、まあ、踏み込み台足と弾きあたりあって、はい、じゃんけんがあんまり釣り合ってないところをちょっと感じてるんじゃないかと思うんですが、そうですね、さあ、踏み込み勝利、今のはいいですね。さあ、画面端までようやく持ってきたが、さあ、中央まで押し戻した、弾いている、いや、やっぱりあのコパンが結構大変そうですね。さあ、ちょっと一息かな、両替、両替ですか、むしろ。両替、こっちや、こっちありますが、さあ、いやー、ちょっとさあ、内容的にそこまで差がある感はないんですが、やはりちょっと物理的なダメージ差というところで、もっと掴みがあった方がいいかもしれない、はい、難しいですね、まあ、春山さんのやっぱスタイルというところもあるんでしょうが、も相当踏み込みだやし、竹内さん、そうですね、練習してると思いますね、はいはい、今のところちょっと残儀が伸び伸びやってるという感じ で、 そうです、ね、プレッシャーを受けは何度もかけたいですね。さあ、踏み込み昇竜、さあ、レッパ、ここはかなり剣側がうまくプレッシャーをかけましたね。さあ、今のは狙ったんですか。いや、事故でしょうね。結構、あの横頭突き、足払いかわすんですよね。美味しい料理があるんですよね。さあ、食らいつかみ、早いガチャが。さあ、ダイヤ捨てない、音垂直に当たるんですよね、ローロー、さあ、ファイナルアトミック、一発で決めていく。見たことないムーブでしたね。対空昇竜出さないならもっと、もっと痛いの決めるよという感じですか。いやー、このポジティブシンキングですよね、やはり鷹の爪さんの恐ろしいところ。さあ、飲まれず頑張りたい春山さん、うわ、弾いて、無理な波動が増えるんですよね、負け出すと、体力が。さあ、しかしギリギリのところで踏み込み、足払いを刺しまくっている。さあ、ちょっと負けたが、これはまだ削りきれないか、時間も微妙にないが、スクリュー、これは耐えきれず飛んでしまったのか、ちょっと分かんないですね、今のは中キック飛びでしたけれども、はい、フォローだったんですかね、予定の通りの飛びだったかちょっと分からなかったですが、まあ、ちょっともう戦ってる2人にしか分からない世界になってるような感じがあります。さあ、リーチをかけた鷹の爪、さあ、音、立ち撃をスカッてから投げが入る、今のは多分昇竜ガード狙いだったのかな。さあ、踏み込みしゃがみチューパン、さあ、ローロースクリューは届かない、大スクリュー一発、これは死なないが、レッパが、おっと、レッパが出る、さすがに削り切られる体力差になると残念はもう強い、辛いですね、あれは、はい、そこは。いやー、しかしよく出さない。さあ、昇竜当てて押し返していく。さあ、バンシングから直スクリュー、さ
さあ今のファイナルアトミックを狙っていたっぽい。さあさあ弾いてリーチ。いや普段より弾き多いっすよ。いや確かにいいとこで決めてますね。しかしこのラウンドは差し込んでいる昇竜拳。これはしびれる。さあもうこれは最後までしっかりと守りきった。足子さんにしました。さあここでモンテ三重心、端子さんにも来ていただきました。あ、滋賀県さん、じゃあ代わりまして2人でどうぞ。すいません、滋賀県です。あ、あそこでお願いします。お願いします。ちょっとね、師匠が、下の高田の師匠があのリーチかけてますんで、まあ、いや、本当に原山さん、だいぶ動き良くなってきているんで。あ、そうですね、踏みとどまってます。やっぱりこれだけ長期にやると動きがやっぱりやりやすいのは師匠ですね。あ、高根さんがね、やっぱちょっと勝つとどんどん強くなるタイプなんで。はい、ポジティブすごい積極的に今日弾いてます。そうですね、普段やらないですよ。おいい勝利。あー、いいの入りました。まあ、あのバッグいいですね、あの前の取り方。ナイスナイス。ハルさんやっぱこの間合いがやっぱ強いんですよね。それをどう崩すかっていうところがまあ残機戦のポイントかなっていう感じです。ちょっと、まあ、あのバックジャンパーで、ね、ああ、そうですね。これ踏み込む、あ、でもまああれはね、ちゃんとガードできてる。ナイスガードですね。おお、これはうまい。おお、やばい、怖い怖い怖い。ちょっと解説実況する前に見入ってしまいましたね。おめでとうございます。お疲れ様です。両プレイヤーありがとうございました。結果は鷹の爪30春山くん4ということで、鷹の爪さんの勝利です。おめでとうございます。じゃあまずは春山くんの方にコメントを伺いたいと思います。お願いします。もう惨敗でした。もうなんかもう鷹の爪さんにちょっと全部バレてるんで全然聞きませんでした。また勉強してきます。ありがとうございました。またリベンジの時はよろしくお願いします。じゃあ鷹の爪さん、勝者の鷹の爪さんにコメントを伺いたいと思います。お願いします。応援ありがとうございました。今回10カウントにまさか自分が呼ばれるとは思ってなくて、で相手が春山さんということで、相当プレッシャーは感じてました。でもそのプレッシャーを拭うために自分はあんまり理論的にこうとかっていうのがわからないんで、とりあえず数を重ねるしかないなということでもうモンテでいろんな県の方に稽古をつけていただきました。で、特にラブラブアツさんには本当にもう、多分100戦近くは稽古つけてもらって春山さんに鷹の爪さん攻略法って言って9ページぐらいにわたる攻略本を渡したと伺っております。他にも本当に普段剣を使わないのに、わざわざ剣で入ってきてくれた方もたくさんいらっしゃって、本当に勉強になりました。成長できたと思います。どうもありがとうございました。いや、もう勝つのを分かってたような綺麗なコメントで締めていただいてありがとうございます。